タルワー級フリゲート。タルワー級フリゲートは、インド海軍のフリゲートの艦級。ロシア国境軍が運用していた1135.1型国境警備艦、クリバックー型をもとに、全面的な解説系を加えたもので、ロシアの設計番号としては1135.6型と、称される。上記の通り、本級の設計は1135.1型国境警備艦。 フリバクスリー型をもとに、部分的にステルス艦化を図るとともに、防空艦化を図ったものであり、1135型、警備艦の警府に属することから、1135.6型あるいは11356型と称される。線形も、朝鮮首労型を踏襲している。指揮艦も1135.1型のものが踏襲されており、 巡航機として、ヨグットマイナス6000、DS マイナス71がスタービン。加速機として、ヨグットマイナス16000、DT マイナス59がスタービンエンジンを組み合わせた、コガーグ機関を2セット採する。総出力は55284馬力と言われている。推進機は固定ピッチプロペラであり、最大回転数は 300rpm である。なおこのコガーグ機関は、 減速機まで含めたシステムとして、M7N1 と称される。電源としては、バルチラカミンズ GTA50G3 ディーゼルエンジンを原動機とする発電機4機を搭載しており、総出力 3200kW を確保した。戦術情報処理装置としては、ロシア製のトレーボバニエ E、トレベバニー e 要求の意味を搭載する。 ロシア本国向けのトレーボバニエ M では256の目標を同時に扱うことができるが、本級の搭載するトレーボバニエ E は輸出向けのダウングレード版であるため、同時に処理できる目標の数は24に減らされている。主センサーとしては、1135.1型や15型駆逐艦、デリー級と同系列の3次元レーダーであるフレガート M に EM が採用された。 これを補完する低空警戒レーダーとして m r 3 5に、ポジティブ E も搭載されている。また、艦隊艦ミサイルの測定を兼ねた対水上捜索レーダーとしてガルプン B も搭載された。ソナーとしては国産の中周波ソナーであるハンスサをバウドームに収容して搭載した。なお電子戦装置としては、アスは t k 2 5 e 5電波、探知妨害装置を搭載している。1135.1型からの最大の変更点が艦隊防空ミサイルシステムの搭載で、当時建造が進められていた15型駆逐艦、デリー級と同系列の出入りシステムが搭載された。ただし同級がミサイル単装発射機を2機、下機管制レーダーを6機備えていたのに対し、 本級では、ミサイル炭素発射機は1機、火器管制レーダーも4機と、いずれも縮小構成とされている。なお本システムのシステムインテグレートには、困難が伴い、収益遅延の一因となった。もう一つの大きな変更点が、艦隊艦ミサイルで、前期立て造艦では、ロシア製の 3M-54E、クラブ N、SSN-27、後期建造型では、 ロシアとインドが共同開発したブラモスを搭載する。これらはいずれも8連装の VLS に収容されて搭載される。対戦兵器は、おおむね1135.1型を踏襲しており、部マイナス6012連装対戦ロケット砲を環境構造物直前に、また 533mm 連装魚雷発射管を艦中部両限に搭載する。 このうち魚雷発射艦は、対戦用のセットマイナス 65E 魚雷とともに、体艦用の53から65の運用にも対応しており、対艦兵器としての性格もある。近接防空用には、全機て造艦では、カシタン複合 CIWS を備えている。これは、コール地区の輸出モデルであり、 S g s a 6から 30-30mm ガトリング砲2本と QM311KSAN-11 グリソン近接防空ミサイルを組み合わせたものであった。後期型手造艦では AK-630M30mm ガトリング砲を搭載している。艦砲としては A-190E100mm 単装砲を一機、備える。 これは1 1 3 5 1型や15型で搭載された AK-100 の改良型である。ただし、ロシア海軍が採用している A-190 の砲塔はステルス化されているが、タルワー級に搭載されている砲塔はステルス化されていない。環境構造物長部の 5P-10E、ピューマの射撃式を受けている。本級は1機の中型ヘリコプターを収容。 運用することができる。その機種は、ロシア製のカマイナス -28 対戦昇海ヘリコプター、または、インド国産の HAL ドゥルーブである。また、早期警戒機であるカマイナス -31 の搭載も考慮されている。まず前期建造艦3隻の建造契約が1997年に締結され、1998年7月21日に確認された。 また、高木立て造艦3隻の建造も1999年6月に承認され、2006年7月14日に確認された。サンクトペテルブルクシノで建造された1番艦から3番艦は、一時、ロシア軍艦席に入った後、インド海軍に引き渡されている。ただし、これら3隻の建造にあたって、工事の不手際などによる引き渡しの遅延などがあったため、 三隻の追加発注分についてはカリーニングラード市のヤンターリ造船所で建造されることとなった。なお、同造船所は後に本級を元にしたロシア海軍向けのアドミラルグリゴロビチ級フリーゲートも建造している。2016年10月には新たに契約が結ばれ2隻をロシアが製造し残り2隻を支援のもとインドの造船所が製造することとなった。 この4隻はブラモスを装備するとされている。後にロシアで建造する2隻はアドミラルブタコフとアドミラルイストミンであることが正式に明かされた。2017年3月22日にインドでの供給と生産のための契約を締結したことが発表れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。